海外のですね、投資信託の役定日ですね。海外 SBI っていうところでご質問いただいてたんですけれども、投資信託のですね、よく海外の投資信託やってる方も結構今増えてきてるんですけれども、いつの基準価格をもってですね、約定されるかというのが結構聞かれたりするんですけれども、一般的にですね、答えられているのは、注文日の当日が約定日になる投資信託と、翌日、注文日の翌営業日ですね、約定日になる投資信託があるというのが、一つの一般的な、回答にはなりますね。海外の投資信託はですね、ただやればいいってものではなくて、本当にですね、これからしっかりしたですね、リターンを考えられるものを選ぶ必要があるということになります。で、海外の投資信託のランキング